上がってきてますし、まだベストコンディションではないんで、そういう悪い意味じゃなくて、もっともっと自分でやれるなっていう、シーズンスタートに向けてもともと自分が上がっていけるっていう自信があるんで、まあ、そういう意味では徐々に段階踏んでて一番いいスタートを切れそうだなっていう、感覚ではあります。まあ、チームとしてはチームとしてやりたい目標は本当に J2 リーグの優勝、そこはこだわっていきたいですし、そこを目標にしないと毎日の練習の質が全然変わってきてしまうと思うので、絶対に J2 優勝はまず目標に掲げたいと思います。個人としては、1シーズン戦うっていう、それはピッチの上なのかピッチ外なのかは分からないですけど、自分の置かれた場所で 100% の力を注いでこのチームは優勝できるようにしていきたいなと思ってます。とはいえピッチで、躍動する姿っていうのを僕は見せたいと思ってるんで、それはファン、サポーターの皆さんと一緒に、勝てる雰囲気作りっていうのを、それは皆さんに協力してもらわないと僕たちだけではできない部分なので、そこはファン、サポーターの皆さんの力を、借りたいです。で、選手がそのファン、サポーターの力を、もうしっかり使って、もうそこはお願いして使って、選手も素晴らしいパフォーマンスが見せられれば優勝は可能だと思っているので、ぜひ一緒に戦っていきましょう。コンディションはコーチから始まって宮崎にかけてすごく自分自身もとてもいいコンディションになっていると思います。空中戦だったりカバーのところとか、そういうところが自分の強みだと思っているので、でももう少しその部分とか、もう守備の強度とかももっと上げないといけないと思っているので、これからもっと上げていきたいと思います。今シーズンは、自分が試合にどんどん絡んでいって、チームの目標を達成できるために自分が貢献したいと思います。僕は今年から加入することになりましたけど、試合に出てファンサポーターの皆さんを喜ばせることが一番だと思っているので、試合に少しでも多く絡んでファンサポーターを喜ばせることにしたいと思います。